出します。はい、早く行け。トリチが当ててる。トリチが当ててる。トリチが大丈夫やって、なんとかなる。何分だけとなってるの。42分です。え、いけるよ。あ、違う、52分だった。いけるよ。はい、知らんけど。いや、出た。天下の方と知らんけど。剣が運転した方が早いんだよ。あの、渋滞値は変わんねえ。道開いてないんだよ。誰が運転しよう。今日ずっとこの渋滞してんだ。今日なんかある。今日は出発する時のこのあれいらんかった。ここから取ればいいかなって。改めて改めてちょっととりあえず急ぎを優先します。出発するぞっていうの。出発してるぞにする。でもこれ今日は雨降らへんやろ、さすがに。これで降ったらマジで剣よ。いや、もしくはトリチ。そうよ、どっちかよ。いやね、前回の車中でタカさんのことさんざん僕たち言ってたけど、雨男が見たのに俺だったか。それ陰口って言うの。いやいや、いや、もう表に入ってるから陰じゃないし。そういうこと言うから雨降るの。今日一つないぞ。マジでいい天気やな、今日。ピーカン、ピーカンでもこの渋滞。渋滞がなかったら完璧やった、俺。そうすればもうプロパイロットのあれじゃない、使い時じゃない人たち。確かに、渋滞の時はガチで楽よな。楽、超楽。書いたんですよ、ほら、カメラ3つ。いや、それちょっと怖いんけど。え、縦の3つ怖っ。何ですか、それ意味。最新は縦っすよ。それちゃんと、ま、なんかしてないの、それ。いやいやいや、写真になった時。ピントもろ合いまくり。確かに、それどこ見ればいいですかね。じゃあさ、iPhone じゃあどこ見ればいいのかな。でもなんか一応さ、集結してるわけやん。ああ、まあ確かに。なんかこの真ん中見てもらえれば、あの上下であのピント合わせる。合わせる、はい。しかも白やん、今回。そうなんですよ。なんか白しかなくて。あ、そうなんや。俺が行った時に在庫が。これ買った時に10月に買えたんですけど、うん、今この10月の期間だけ3万円引きなんですみたいな。うん、でこれ本当に大丈夫かと思って、うん、最新機種3万円引くこともあると思って。確かに。ちょっとまあ怪しいなと思ったけど、まあ3万円も引いてくれるのはいいや。4年使った携帯よりは絶対いいはずやから。間違いない間違いない。4年使ったのあれ。あれちょうど4年ですって言われた。すごい、うん。初めて携帯4年も使ったの。すごいね。バッテリーよう持ったな。いやもう持ってなかった。持ってなかった。1日2回充電した。トリちゃん、お前高速降りんなよ途中で。左だぞ。蹴るの助言だけは絶対聞くなよ。これ左。え、これ右っす。左で。え、遠目行かない。じゃあ右蹴るの助言だけは絶対聞くなよ。え、右っすよね。え、迷ってて大丈夫。ああ、じゃあ本当にね、良くないっす。本当にあの、マジで今日慌ててるし、マジで良くないっす。判断今の遠目にいた瞬間も多分企画中しちゃったで。完全にこういう時って基本やらないじゃないですか。そういう時にこそテレやるから。俺らに基本なんてないの。サイコパス。いや、俺よりサイコパスが出てきましたな。西村、はい。すごいらしいな、サイコパス具合。あいつはやばい。テレが言うぐらいやからな。でも同類って言われてんだよ。同等や。あいつはマジで面白い。何歳？ 26？ めっちゃいいね。若いよ。一回走行距離なんか一人だけ化け物みたいになってるもんな。いや、今日全然走れなかったっすとか言って14キロっす。え、え14キロ行ってた。マジ意味わからんと思う。おかしいて。タッカーショップカモあったらよって。FC 東京のユニフォーム買おうぜ。オープニングそれで撮る。もう重鎮やん。すごいよ。7年目やろ、うん。一番長いクラブやろ、もう余裕で。一番長い。だってキーボーの次に在籍長いでしょ。そうなの。カイナがでもあれか。で、あれレンタル行ってたもんな、あいつ、うん、だいぶ。3年行ってたか。な。ちゃんとハザードやってる。俺らに言われてから。3回?3回。慣れました。慣れた。最初はちょっと、うん、抵抗あった。俺全然2回やわ。でも日本だけだろ、ハザードやの。ありがとう、ハザード。海外やるのかな。国民性。海外、ハザードしたら。止まると思う。うん、事故とか。でもすごいね、じゃあ誰が考えたの。確かに初回の YouTube 結構みんなあのサッカー選手が見てくれてたっていう。あ、そうなの。そうなの。出たいっすって逆オファー。岩崎あいつ一生踊ってるやん。ダンスうまくね、あいつ。もともとダンスしてたの趣味で。すごいね。すごいね。踊ろうって思わん。間違いない。踊るの好き好きってこと。いや、それ分からん。分からん、俺も分からん。はい。それ分からん、俺。オンとか言ってよ、高野。あ、でもええよ。
いやいや、当てないよそれは。間違ってんのよ。間違ってんのよそれ、完全に。何分着になってんの？38分です。縮んでる。縮まったね。ワンチャン寂しくない？ノーチャンス。ノーチャンスか。俺が言った。事前注文とかダメだろ。トースト頼んでてくださいよ。タンクにつけてトーストいい人って。確かに。どこの席でもいいんで置いといてください。またどうせ編集しながらさ、一人でニヤニヤしてる。いやいや、マジでおもろいんすよ。使えるとこあんのこれ。間違いない。罰してからここまで使えるとこほぼない。トータル多分5分もないよ。ゴルフ場までバリ近く感じんじゃん、それ。YouTube 見てたら。もうついたみたいな。でも大体そんなもんよ。大体そんなもんよね、前の選手って。入るときは入るし、入んないときは入んないよね。それも力だ。間違いない。実力だぞ。得点はもういいほど違う。これ PK 蹴ったら20点くらいですよ。確かに、それは絶対ある。マルコさんその方がやるとこでもないです。そう、大体テルがもらった PK。 俺左やぞ。えっ、びっくりした、マジでびっくりした。マジでびっくりした。本当にマジでびっくりした。いやいや、え、左になってんじゃん。自分信じろよ。よくない、マジでよくないっす。自分信じたいんですけど。自分信じろよ。いやいや、あの3人の前に自分貫き通せる人はなかなかのメンタル。じゃあ木田はすごいってことか。木田はあいつ本当にすごいと思う。あいつすごいな、政治家になってほしいもん。兼任させよう。ありがとうございます。木田拓也政治家、まあ、おもろいよなあいつって。天は二物を与えないとはこのことやな。あれであいつやってみ、もう、ね、人生王がしてるんだお前。あのからあの性格じゃないとやっていけない。でもそれに負けへんぐらい心強いけどな。いや、心強すぎやろあいつ。ほんまに。だから心強くなってんじゃん。あれ心強くないとやっていけないでしょ。心が先じゃないの、後付けの心ならそれ弱いよ。才能よな。キーボーのこと一日も忘れたことないでしょうね。同じチームにおったらそりゃそうやろな。一日も忘れたことない。あいついつまでキーボーなんやろな。確かに35になってもしたからキーボーって結構。15か。でもなんかずっとキーボーって言われててほしい。確かに、たまに年下にさ厳しいこと言えん。年下がいじったりしたら。でもその厳しく言ってるけど年下がそれに負けへんもん。わかる。キーボーが言ったとしても何に負けずとまだまだ後輩いじるからな。才能よな。一番家族いそうやのにな。一番いそう。家族と子供3人ぐらいいそうやのにな。あの顔3人おりそうやろ。キーボーの子供とかめっちゃいじられんねやろな。俺だから。どう考えてもキーボーに似てる子供出てくるやん。絶対言うやん俺ら。キーボーやん。ほんまのキーボーやもんな、それ。こだわり激強やからさ、あいつ変わってないように見えて、あいつ一番変わってるからね。あいつが一番サイコ。それは違う。サイコパスワークは大丈夫。確固たるものを自分作り出してるから。作り出してるだけっすよ。いやいや、ナチュラル演じてるだけ。ナチュラルそこで自分でやっぱ作り出してるだけって言って気づいてないところもやっぱやる。サイコパス気づいてる自分のことのように嬉しいと、本当このことぐらいの、うん、今までのあれが実ったわ。奥線長すぎる。ワンピース書きながら。ワンピースの見たいな。何個伏線あんの。結婚できない伏線。でもなんかそんな複雑じゃなくて結構痛くしんどい。間違いない。ワンピースはみんな考察しまくっていろんな案出てくれる。ピーボールはシンプル。一つ最悪や、閉鎖中だった。やったわ。ちなみに俺もあれだった。やばいやん。バーの前でビタダメした。大丈夫、行きの動画多分ほぼ使えない。昨日もカイナがいいの撮ってくれたって言ったんで。あいつ撮れた本当に。ずっとキーボーが喋ってただけやろ。本当に俺らの打ちっぱなしよりかはキーボーの喋りが多分メインって。ほんまに今日ボール当たるのかな。当たってたよ昨日。最後当たらんかったらもう投げればいい。チッパと違うよな。電波引っ張ってこいよ、アンテナ持って。リュックに電波が乗る。ほんまに電波さえしとけよ。そう思ったらテルの世代結構クセ強いと多いな。いや、一中が松原も相当クセよ。
尾形は尾形も多くせ今回も、日産自動車の部屋を全然話させて皆さんおはようございます。天気にも恵まれ最高なリベンジ企画になりそうです。タカ君、出る挨拶お願いします。久しぶりです。皆さん、テレビの行う企画、今日は大勢です。以上です自由すぎる